はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それではもっとモテる男になるために、マイネリベツバイからね、乙女心を学んでいきたいなと思うんですけれども、そうなんですよね。わかめ、牢屋に入れられまして、一体あれからどのくらい時間が経ったのかしら、つってるんですけど、ね、なんでこんなことになっちゃったんですかね。今までこの、男主人公のゲームでもそうでしたし、女の子主人公のゲームでももちろんね、牢屋に入れられたことって多分俺、ないと思う。まあ、神谷くんがね、行く代わりに、ワカメには手出しすんなって言った結果、ここに、一応ね、入れて、もらったっていうのもおかしいけど、入れられたわけで、一応なんか必要なものがあれば、行ってくれれば持ってくるっては言ってくれてるんで、まあパソコンとポテチとポテロングとあればね、僕なんかは文句言わずにずっといるんですけど、ワカメはそうもいかないと思うんで、どうなっちゃうんだろうな、ほんとこれから。てなわけでじゃあちょっと続き行ってみましょう。多分丸1日くらいは経ったと思うのだけど、そうか。もうね、ゼロから始める牢獄生活だからね。神谷様はご無事かしら。ほんとね、神谷くん大丈夫かな。私どうしてこんな目に遭っているのそうだよね、プレイヤーの俺もそう思ってるもん。今なんでこんな目に遭ってんだろうね。おん、どうした、あ、んどうした、あ、私うとうとしてしまったみたい。こんな状況下でもやっぱり眠くはなっちゃうか。どのくらい眠っていたのかしら。寝ましたね。お、足音が。誰か来たようだわ。開くか、神様、それともどっちだ。どっち、誰。あ、いや、ねえ、まさかとは思ったが本当にそなたであったか。これ殺されるぜ。一回裏切ってるからね俺やばいよルーイ様。そなたらしき娘が捕らえられたと聞いて急いで駆けつけたのだ。殺しに、誤報であってくれればいいと思っていたのだが。ん、これは助けてくれる感じ、それとも勝手な真似をする。気に入らんな。無残じゃねえや、ルイ様の指示じゃなかったのかこれは。ルイ様、一体全体これはどういうことなんですか。私どうしてこんな目に、こんなのあんまりです。どうしてこんなところに入れられなければいけないんですか。出して、ここから出してください。すごい取り乱してますねワカメ。無礼があったことは詫びよう。詫びてくれんの。ここからもすぐに解放する。でもなんだかんだでここ結構居心地いいから俺出たくないかもしんない。だから落ち着くのだ。うん、落ち着こう一旦。落ち着いて私の話を聞くのだ。それも神谷くん話を聞くか聞かないか。聞かないとでも殺されそうだからな、聞いとこうかな。これはルイ様、不思議、ルイ様のお声を聞いていたら気分が落ち着いてきたわ。すごいね。少しは落ち着いたようだな。ルイの声にはアルファ波が混じってんのかな。お、狂い咲きましたね。はい、取り乱してすみませんでした。いや、このような状態になれば当然のことだ。まあね、本当しゃあないわ。気にすることはない。はい、それよりもこれからのことだ。うん、どうなっちゃうんですかねこれから本当に。ははい、そなたをここから出してやることはたやすい。お、でもたやすいってことは出してくれる気はないのか。でも私が命じれば、うん、そなたはすぐに自由の身になることができる。ん、取引ですかね。なんかだが、それではそなたの身の安全を保証することはできない。できないの、どういうことですか。詳しくは今は言えぬ。なんでだよ。だがそうなのだ。そうなのか。はあ、今のそなたにとって安全なのはこの中に居続けることか、私のそばにいることか。おっと、これはまたもしかしたら革命軍側につけっていうなんかその選択肢出てくるのかな。
ルイ様のおそばに。でも一回裏切ってますからね、本当に。私はそなたを害する気持ちなど毛頭ない。いやでもルイの一言で俺気分害してレジスタンス側についたわけで、あの手のひらくるめっちゃ怖かったかんね。私のそばにいる限りそなたの身の安全は保証しよう。本当に。それを信じるも信じないもそなた次第。いや、ワカメだけじゃなくて神谷くんもちゃんとその身の安全保証してくれるって言うんだったら全然ついてもいい。さてどうする。これ選択肢くんじゃない。ほら、いや待って、2つしかないんだよな。でもこれで信じるにしたら神谷くんのこともちゃんと言ってくれんのかな。ワカメはどっちにしようし。でもいつもの運命分岐じゃないから、まあここは信じるか。じゃあ信じます。さすがそなたは賢明だな。いえいえ、長いものにはマカレロ精神で、とりあえず命さえあればね、またいくらでも裏切れますから。おすごい、ほんと狂い咲くね。ではすぐにここを開けさせよう。で待ってくださいっつって、神様ってちゃんと言えよ。ワカメ、ここでのそなたの自由は最大限保証する。自由を保証してくれるわけでしょ、最大限。ってことは神谷くんを解放しろっていうのも自由でいいわけだよね。私の部下の働いた数々の無礼、心より詫びるぞ。いやちょっとそいつら連れてきて土下座させようぜ。いえ、ルイ様ありがとうございます。神谷くんは？すげえ部屋だな、ここがルイ様のお部屋。うん、そうだ。さっぱりしてますね、なんか。それでルイ様、私は何をすれば。いや、そなたに何かをしてもらおうというつもりはない。いや、神谷くん。でも、それでは。だが、それでそなたがやりにくいというのなら。はい。私の身の回りの世話でもしてもらうことにしよう。え、メイドになれってこと？はいって、なんでお前そんな嬉しそうに。え？しばらく私のそばにいて、それからこの後の身の処し方を決めるがいい。え？これ完全に何？また選択間違えた。信じない方が良かった。革命軍に残るも、あ、他のところに行くも。なるほど。それはそなた次第だ。本当やめてくんねえかな、こういう選択の連続嫌なんだけど。はい。だがその前にそなたの部屋を用意してやらぬと。あ、もう俺さっきの牢獄でいいっすよ。他にも必要なものがあれば言うがよい。マジでか。できる限り揃えさせよう。おお、じゃあ彼岸島全巻持ってきてもらおうかな。ありがとうございますルイ様。でも私特に必要なものなんて。神谷くん、神谷くん忘れてるよお前。あ、そういえば思い出しましたね。ルイ様、一つ教えていただきたいことが。なんだ、申してみよう。うん、はい。お、その神谷様は一体どちらに。それだよ、俺が一番聞きたかったの。ナイスワカメ。神谷？え？何のことだ？どういうこと？もともと存在しなかったみたいなさ、その目見開くのやめてくれませんかね。え？ルイ様のご命令じゃなかったんですか？ん？私てっきりはにゃはにゃ。私は知らぬ。神谷がここに来ていたことも初めて聞いたの。え？じゃあ何？奴らが独自に勝手にやったってこと？あれも。それじゃあ一体あれはやばいぞやばいぞ。まさか奴め。ん？やつ、ジーク何がし、腐れメガネが。ルイ様、何か。いや、何でもない。これ二人でちょっと救出しに行くしかないんじゃない。でも今すごく怖いお顔をなさってた。いつも怖えけどな。神谷のことはすぐに部下に調べさせることにする、ちょっとね、本当取り返しつかないことになる前に助けに行きましょうよ。そなたは心配することはない。いやいや、もうめちゃくちゃ心配だわ。おそらくただの行き違いだろう。本当に？はい。では
私は少し席を外す。どこに？そなたはすまぬが、書類の整理を頼む。言うてそんな書類散らかってなさそうなんだけどな。わかりました。隣の部屋には警備兵が控えている。ん？困ったことがあればすぐに呼ぶのだぞ。なるほど、脱走しようとしても意味ないぞって言われるのかと思った。はい、ルイ様。まさかね、こうしてまたルイと行動を共にすることになるとは思わなかったな。ルイ様は心配しなくていいっておっしゃったけど、結構慌てていらしたみたい。神谷様、本当に大丈夫なのかしらね。言うて本当ワカメを守るために神谷くん行っちゃったわけだからね、心配になるわ。嫌でも何か嫌なことが起こっていないといいけれど。今日もご苦労すんげえいい部屋だな。もういえ、部屋まで送っていただいてありがとうございます。何気にするな。なかなかホテルでもさ、部屋にこういうなんか植物あったりする部屋泊まることないもんね。それよりも明日も頼むぞ。そなたは細かいことに気づいてくれるので助かる。いや、何にも気づいてないと思うけどな。いえ、そんな。では今日はゆっくり休め。久しぶりに一気になんか牢獄から部屋がグレードアップしちゃったんだけど。はい、ルイ様も。ああ、そうだな。ふう、今日も疲れたわ。身の回りのお世話といってもいろいろとやることがあるのね。まあルイ様のお立場ならこのくらいの忙しさは当然なんだろうけど、でも結構すんなり許してくれてる感ありません？あんなね、なんか急に裏切ったのに。こんなに忙しいと時間の流れが早く感じてしまうわ。今日でもう何日経ったの？何日経ったかしら？そんなに日数経ってんの？ 3 日、4日、5日。1週間経っちゃった。マジで。まだそれだけしか経っていないのね。いや、もう神谷くん的にはさ、その1週間地獄かもしんないからね。もう随分と時間が経ったような気がしていたけど。でも、まだ私にはよくわからない。ルイ様が何を求めていらっしゃるのか。何を考えていらっしゃるのか、ほんと何もわかんないからな。このゲームが何を考えてるのかわかんないもん今。だけどルイ様は少なくともご自分の歩んでる道に疑問を持ってはおられない。ご自身の行動を正しいと信じていらっしゃる。それだけはわかるわ。それが他の人から見て正しいことかどうかはわからないけど、私どうすればいいんだろう。ルイ様は私の思う通りにすればいいっておっしゃったけど、このままルイ様のおそばにいてもいいのかしら。またこれじゃあ運命分岐来んのかな。それとも来るな。多分来たよ。それはできない。でもこっちにすれば神谷くんのこと今調べてくれてはいるわけでしょ。それはできないにするとどっちになるの？これって中立、それともレジスタンスの絵？革命軍に戻るつもりは僕も毛頭ないんで、どっちがいいんだろう。でもなんか中立っぽいんだよなこれ。それはできないにして神谷くんの情報だけもらって行くってことになんないかな。なんでちょっとこっちに行ってみましょう。もうほんと僕のね、クソみたいな立ち回りのせいでほんとすごいことになっちゃってますから。お？やっぱりそれはできないわ。だって、まだ神谷様の消息も知れないし、ついにワカメが立ち上がりますよ。ルイ様は心配するなっておっしゃるけれど、そんなの無理よ。神谷様の元気な姿を見るまで安心なんてできないわ。もうレジスタンスには戻れないんですね。でもあの選択肢からしてね。ああ、神谷様。ん？何？扉の向こうから何か物音が聞こえた気がしたけど、なんか聞かれた？誰や？
また、お、不穏な音楽が。え？なんか突き破ってこようとしない？これ。キャー、何？まさか鍵をこじ開けようとしてるの？神くんかな？一体誰が？まさかこれがルイ様の言っていた。あ、キャー！開きましたね。静かにしてくれ。ん？うん、口を塞がれて。でも今の声聞き覚えがありますよ。なんかメガネかけてそう。おい落ち着いてくれ。だよね。俺だ、アイザクだ。え、アイザク様。そうだよ、俺だよ。ほんとさ、そういう乱暴に入ってくんのやめてくんないかな。ビビるんだよ、もうコントローラーブルブル震えるし。探したぜ、お嬢ちゃん。何、アイザックルートになっちゃうの？今でどうしてアイザック様がここに？ちょっととある方に頼まれてな。はあ、お嬢ちゃんを助けに来たんだ。本当にどういうことなの？もうわけはわからないよ。とある方ってお嬢ちゃんのお父上だよ。え、あ、パピー生きてたんだ、ちゃんと。お父様、父は無事なんですか？怪我もなくお元気だ。ほーん、どういう関係なの、アイザックと。今は革命軍にもレジスタンスにも組みさず、ほう、中立を貫いておられる。あ、そうなんだ。よかったね、ワカメ。さあ、お嬢ちゃん、そういう積もる話は後だ。そうですね。とにかく今は行くぜ。そうと決まれば行きましょう。行くってどこへ？クーヘンさ。うん、それがお嬢ちゃんのお父上との約束だからな。はあ、いやでも神くんは？クーヘン。どうした？まさか帰りたくないなんて言うんじゃないだろうな。いや、帰りたくないですよ。いえ、そんなことはないです。だけどまだね、やることがあるからね。ここにはまだ神谷様が。お嬢ちゃんが気にしているのはシトラール候補生の神湯のことか？お、エスパーですかね。心を読まれましたよ。え、ご存知なんですか？彼なら俺の仲間が本当。マジで？アイザック、本当ですか？ああ。おお、神様ご無事なんですね。ん？アイザック。ああ、まあそうだな。無事じゃないの？え、嘘つくのっていうか、なんかもう顔に出やすいタイプなんだね、アイザックね。目そらされちゃった。とにかく話は後だ。まあ一応救出してくれてるんだったら、まあじゃあ行きましょうか。行くぜ、お嬢ちゃん。は、はい。なんだろう、なんだか胸騒ぎがするわ。うん。お、はい、すごいタイトル来たな。なんかいよいよでも最後っぽいような気がしなくもない。海ですね。あ、クーヘンに戻ってきた。うん、郊外。1938年7月18日。ほう、お、パーピーご無事だったのね。お前こそよく無事でいてくれた。ほんと見かけによらず声低いんだよな、カスパル。よかった、本当によかった。お父様少し痩せてしまわれたけど、でもお元気そう。いろいろと大変だったようだね。めちゃくちゃ大変だったよ、もう。うん、そんなことないわ。そうか、お前はゼラフィーネに似て強い子だな。うん、お母さんね。違うわ、お父様とお母様、お二人のいいところをいただいたのよ。そうか。うん。お父様、私ずっとずっと会いたかったの、お話ししたかったの。ああ、私もだよ。ほんと、でもどこに隠れてたん、お父さん。お前のことが心配で心配で、夜も眠れなかったよ。ワカメもね、お父さんのこと心配で心配で夜しか眠れませんでしたから。ごめんなさい、私悪い子ね。
お前のせいではないよ。うん、でも本当は自分でお父様を探しに行きたかったんだけど。さあさあ、落ち込むのはもうおしまいだ。落ち込んではいないと思うけど。お前の笑顔を見せておくれ、ニコ。それからお前が今まで何をしていたのかをね。何をしてたって、本当すごいことしてたからね。あっち行ったりこっち行ったり。お父様、あ、そういえばお父様は今までどうされていたの？そう、それが一番気になるんですよね。私か、うん、私は今まで身を潜めていた。どこに？いつか私のような中立の立場にいる人間の存在が必要になると思っていたからね。はあ、今がそのいつかなの？一体クーヘンは今？クーヘンは今ドイツの支配下にある。あ、結局支配下になっちゃったんだ。そうか、私が捕らえられてる間にクーヘンはドイツに降伏したのね。しかしドイツも完全に支配権を握っているというわけでもない、うん、ああそうなんだ。国内は表向きドイツの支配に従ってはいるが、はあ、実情は内部に多くの火種を抱え、しかもそれがいつ破裂してもおかしくない。なるほどね。いつ内戦状態になってしまっても不思議ではない。とても危険な状態だ。はあ、レジスタンスの人たちのことかしら？もちろん私たちだって国の真の自由を求めている。まあそれはね、僕らもそうですから。だがそれは平和的な手段で実現したいと考えている、うん、戦争とかそういうんじゃなくね。そのためにも、うん、国民にその意識を広げ、ドイツに対して声を上げていく。なるほど、それがこの中立の人たちのやり方ってことかな。そんな平和のための活動を起こそうと思っていたのだ。いや、一番いいと思うんだけど、あの革命軍レジスタンスよりも平和活動ってことですね、本当。だがそのためには、うん、活動の旗頭になってくれる人物が必要だ。はあ、平和を愛し人々を引きつける人望のある人物。カミュー君しかおらんやんけ。例えば、うん、カミュー君のような。だよね。あ、そうだ。で、カミュー君は？お父様、カミュー様は？ああ。なんでさ、みんなそう、なんか、言葉に詰まるの？パピ？言葉で説明するよりも、会った方が良いのかもしれないが。はあ、会えるんだ、じゃあ。どういうことなの、お父様。うん。何？はい。っていうところなんですけれども、ちょっといいお時間になったので今回この辺にしてね、次回多分これですぐ神谷くんに会えるのかなと思うので、次回またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。